久保利文は佐賀県鳥栖市出身の元機手。引退後に実業家に転身し、出版社の社長に就任。中央競馬の場所資格も取得した。機手時代は追い込みを得意とし、ファンの多い機手であった。旧姓は子が少年の頃に両親が離婚したことに伴って、福岡県福岡市に移住し、芸妓置屋を経営していたおまの元に身を寄せた。 義王子が馬主として競争馬を所有しており、義王子と付き合いのあった、京都、上田武市長教師から騎手になることを勧められ、中学卒業後に、京都、久保道代級者に、騎手見習いとして入門。馬事公園儀主要成長期課程に、第8期生として入所し、同期生には、清水いずる美、鹿戸明、久保田秀次郎、安田伊佐大崎昭一、笹倉武久などがいる。 騎士家庭終了後の1963年3月に騎士免許を取得したが、デビュー直前の調教中に怪我を負う。他の同期生より2ヶ月遅い5月4日の京都大、一競争アラブ4歳以上をオープン姫勝プレ、初騎乗を迎え、見事に史上11人目の初騎乗初勝利を挙げた。 一年目から十一勝と二桁勝利を挙げ、二年目の1964年には、同馬で玉椿記念を制し、重賞初勝利も挙げている。やがて、久保九舎の主戦騎手となり、関西の有力若手騎手として、頭角を表した。1966年は、日吉キングで玉椿記念二勝目を挙げ、1967年11月25日の、 京都第四競争三歳新馬、ハイネスモアで通算100勝を達成。1968年からは平地競争での起乗に専念し始める。10月には久保の娘と結婚して娘婿となり、生を本名の小賀生から久保生に改正。その前の8月11日に札幌第9競争札幌競馬場スタンド増築記念で、 宮本特に代わって、ダービーバ、谷のハローモアの手綱を取ったが、2着に敗れて一戦、のみで降板。この後に、伊藤修二長教師から、谷のハローモアを降ろされたのならと、起乗停止を受けていた、安田隆義に代わって、サツキショーバ、マーチスの手綱を任され、初のコバ相手となった札幌記念に初起乗で勝利に、導いた。続く、ハリウッドターフクラブ賞でも、 小場相手に、重傷に連勝と復活させ、これをきっかけとして、伊藤級者からの起乗依頼が増える。1969年には、同級者の秀子とぶきで、大歌賞を制し、g i 級・レース、八大競争初制覇を果たした。同年は、自己最多の43勝を挙げ、ベスト10入りは逃したものの全国12位と、自己最高位をマーク。マーチスとのコンビでは、 札幌記念に連覇、目黒記念制覇に導く。九百七十年十二月二十七日の阪神、第三競争四歳、以上百万下た、売り帝宝すげ200章を達成。九百七十二年には、条件場であった、新山三区の新山三崎で、愛知杯を制し、九百七十三年の、なるお記念では直おを相手にレコード勝ちを決め、続く、天皇賞でも、 タイテームの三着に入る検討を見せた。1975年には、キーミサキで玉椿記念三勝目を挙げ、竹に彦から乗り換わりのロングホークで、阪神対象点を制覇。1976年は4月10日の阪神第10、競争スプリングハンディキャップ谷のダーバリーで300勝を達成。12月には、阪神3歳、ステークス隆起校で GI 級。 レース2勝目を挙げると、阪神品馬特別、目白地蔵、阪神大賞天、北斗ボーイで2連覇と3週連続重賞勝,勝利を決める。1977年には年間で重賞6勝をマークし、そのうちの3勝を北斗ボーイとのコンビで挙げた。関東初遠征の天皇賞では、道中後方を進み、直線だけで東昇ボーイグリーングラスの2強を豪快に抜き去り、 GIQ、レース3勝目、8大競争2勝目を挙げる。12月には、谷のチェスターで、阪神対象点3連覇を達成。1978年は、アグネス・ホープで毎日坂を制し、同馬を、デビュー3連勝で重賞初制覇に導く。クラシック本番は、サツキ賞6着、NHK 杯10着と評価を落とすが、 東京優秀で20頭中12番人気ながら、桜勝利の2着と検討。1979年には、初の1桁勝利となる5勝に終わり、デビューから続けていた2桁勝利が16年連続で、ストップ。1980年も8勝と2年連続1桁に終わるが、1981年には19勝と3年ぶりに、数字を2桁に乗せる。 同年は6月14日の中京第四競争4歳、未勝利、山人ピットで400勝を達成し、CBC 賞、アグネス・ベンチャーで3年ぶりの重賞制覇も決める。1982年のスワン・ステークスでは、重賞2勝目を飾るが、久保にとっては、重賞30勝目となり、関西現役騎手の重賞勝利数で部に次いでいた。 同年の菊花賞では21頭中19番人気の正彦ボーイで3着に入って波乱を演出し、同馬で1983年には京都記念を制覇。同年暮れに岐阜の久保が制御し、1984年からはフリーに転身。以後は若手騎手の台頭もあって徐々に価値倉が減少し始め、1986年の中京記念。 シャイニングルビーで3年ぶりの重賞制覇を挙げるが、これが自身最後の重賞制覇となった。12月14日の中京大八競産。この後は、日本騎手クラブ副会長兼関西支部長を務めるようになると、騎乗数も減少していった。1989年は8勝と2桁勝利が8年連続で、ストップするが、1990年は10勝と2年ぶりの2桁。 1991年は13勝と、自身最後の2桁をマーク。1991年2月の小倉開催では、同9日の、第11競争保柱山特別、玉ビッグギャル、第12競争4歳、以上500万下、ミリオンシーザーと連勝。1989年10月15日の、福島以来の1日2勝を挙げると、翌10日も、第2競争4歳未勝利。 タイコンチェルト、第4競争4歳未勝利、サハリンロマンで2日、連続1日2勝を挙げるが、第11競争スオーナダ特別、スリーアーは人気に応えられず3着と1日3勝は挙げられなかった。1993年2月21日のコクラ第1競争アラブ4歳、以上400万下、秋のアイランドが最後の勝利となり、3月20日のコクラ第1、 競争アラブ4歳以上800万した秋のアイランドが最後の騎乗となった。1994年2月28日に現役引退。これにより日本騎手クラブ副会長兼関西支部長の後任には川地洋が就任した。引退後は JRA から競馬学校教官への転身を進められていたが、後に知人の実業家男性より、 雑誌制作への参画を進められ、こちらに従って九州に戻った。後に福岡の出版社、ベストプランニングの社長に就任し、九州で唯一の風俗店求人誌、赤いリンゴとアップルページを創刊。会社は2000年時点で年商6億円の企業に成長し、地方では1996年頃から場所となって、いたが、 1999年には高年収、資産額を求められる中央の場所資格を取得。事業で成功し、中央の場所資格を取得することは、実業家転身にあたっての目標であった。かつて機種であった人物が引退後に、場所登録した例は、日本では少数である。中央所属所有場に騎乗する機種が着用する、勝負服の配色は、青地、木出すき赤袖である。 カッコ内は、久保騎乗時の優勝重賞競争、太島八大競争を含む GIQ レース。1968年12月8日の中京大、重競争中日賞で、久保は藤高に騎乗して1位入選した。藤高は、決勝戦手前で射行して、束の振動を妨げていたが、場内に、審議の発表が行われないまま、確定を示すランプが灯された。しかし、 その後になって、競馬会が、進路妨害による富士家の失格を発表。これを不服とした一部の競馬ファンが暴徒化して、場内で、投石や放火を始め、機動隊が出動する事態となった。久保ら当事者はパトカーによる護送で、競馬場を後にし、翌12月9日には繰り上がり1位となったカルタゴに、帰場していた同期の清水いずるや、競馬会のインナーと共に、警察署で、 事情聴取を受けた。久保は、暴動発生の責任を負わされて、競馬会から3ヶ月間の起乗停止を通告されたが、暴動が起きたのは審議のランプをつけずに、確定のランプをつけたせいだと抗議し、処分は1ヶ月間に減じられた。この事件によって、中共開催は残り2日間が中止となり、予定されていった中共最後のつなぎが速報競争が行われないままで終わった。 ありがとうございます。